山田遥はボール2つ使ってキャッチボールを行った。おっと足元救われました。早速ユニフォーム汚れてしまいましたね。画面外からかなり襲撃がありました。森さんでしたか。リプレイです。ボールを返してくれたんですが足元スリップダウンです。スリップです。大丈夫、まだダメージ来てませんよ。いけます。仲の良さが伝わってきますね。辛い練習だからこそ楽しく明るくとね話してましたが、まあこういった選手がチームにいるからこそね厳しいシーズンでも戦い抜いていけますし、またビハインドの場面でもね声を出して盛り上げて、そこから立て直していく、本当に大事なことですからね。